まみくん、ちょっと話あるから来て。私に隠し事してるんじゃないですかね。CMBI ハラハラ、どうも、バンユンです。はい、ということで今日も早速ね、こう動画を撮っていきたいんですけども、なんで私がこんなに怒って今動画を回してるかと言いますと、バンビくんが2人の会社のクレジットカードを不正利用している可能性が出てきました。あのね、会社のクレジットカードを使うときはお互いね、事前に報告する約束になってるんですよ。なのに昨日ね、信じられない通知が私の元に届きました。バンユンのクレジットカードはね、使うといくらいくらを何に使いましたっていう通知がメールで来るようになってるんですよ。でも昨日来た金額120万円、120万、どこで使ったの。絶対プライベートで夜キャバクラとか行ってるやん。報告もないってのがもう怪しいね。でもさらに言うと、もう嫌だ、本当に。その120万って今月のバンユンの動画に使う企画費のために取っといたやつなんですよ。それをバンビ君は昨日だけで全部使った。今月もう動画上げられません。お手上げです。もう公園で遊んでみたっていうタイトルの動画しか上げられません。だからもうね、バンビ君が来たらもう問い詰めます。これはね、もう企画じゃないね。企画にならないかもしれない。もしかしたら公開処刑ならぬ修羅場動画になる可能性もありますが、私もちょっとガチでね、問い詰めていこうと思うので、動画を回しておきたいと思います。それではバンビ君を待ち伏せしていこうと思います。何ですか、また来てください。何をまた。ユンは怒ってるよ、早く来て。そうしてないですけど、僕、私に隠し事してるんじゃないですかね。全然隠してることない。ない。嘘だね、ユンは知ってるんだよ。ないよ。いいから早く座って。こっちはないないない、証拠もありますから。もう一回聞きます。はい、隠し事はしてないですか。してないです。とりあえずちゃんと正座して。何よ。正座、こっち向いて。何もしてないって。マミ君、悪いことしてるよね。いや、これ本当に動画に残しますからね、これは。してないって。万有の危機ですから、一応撮ってるけど。はい、何ですか。昨日、ユンに一通のメールが届きました。はい。これは何なんですかね。とりあえず昨日何してた。普通に買い物とか。買い物、うん、どこに。え、新宿とか。新宿とか絶対歌舞伎町じゃん。歌舞伎町、いや、まあ、何してた。歌舞伎町、歌舞伎町の買い物って何してた。歌舞伎町は歌舞伎町らへんですよ。絶対隠し事してるじゃん。してないって。隠し事書かないんですね、自分から言わないんですね。何もしてないもん、悪いこと。じゃあこれは何ですか。バンビ君、ほら。いや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 、何その顔。買い物やん、普通に。だから、ギュギュ、何これ120万って。びっくりしたよ、私こんな使ったことないよ、クレジットカード。しかもこれ2人のですよね、口座。まあまあそうですね、2人の買い物だった。2人の買い物。普通に置いてあるやん、普通に。あれあれだよ、120万。あれ120万だけど。なんでさ、相談してくれないの、買う前に。したって、めちゃめちゃ前に。してない。なんで、なんで。いつもさ、言ったって言って言ってないからね。いやいや違うのよ、本当に。いや、見れば、ああ、それのことねってなるよ。いや、これ出したくないんだけどな、これ今、動画で。なんで。一気にパンってやりたかったから。まあまあまあ、いっか、出しますよ、じゃあ。2人のものなの、なんで1人で買いに行ったの。いやいや、ユンちゃんいらないから。なんで。はい、ということで、こちらがね、僕が昨日一人でお買い物したものです。ちょっとユンちゃんにも、でもちょっと若干サプライズしたいのはあった。これ見せたらネタバレになっちゃうんだよな、これ。視聴者さんとユンには隠し事しないって言ったよね。最初のバンユンルールだよね。じゃあ紹介します。ギュギュ。じゃあちょっと、まあ、どんどん、じゃあ紹介していきますか。はい、まずこちら、ディリン。こちら三脚ですよ。ちょうど欲しかった、私。あ、本当に、うん、だろうと思って2個買ってきました。あ
か？三脚ですよ。三脚なんてたかが知れてるよね。まあまあ三脚はたかが知れてますよ別に、うん、でこれででんこちら、これ携帯用三脚、自撮り棒にもなるし三脚にもなるっていう。あ、おー、こんな感じ、すごい長いんですよ。これ便利でしょ、これ三脚にもなる。あら、めっちゃ長いんだけど。そう、これが大体20万円ぐらい。嘘だね。何千円でしょ。そう、嘘です。これはまあまあ何千円です。これはそしてこちら、これ結構目玉、こちらででん、 GoPro 9 が新発売されました。これね、すごいモニターついてる。撮っててもどこ撮ってるかわかんないですよ。でもこれはインカメがついてるから、自分が今どう映ってるのかが確認できるっていう素晴らしい GoPro 9。いいね。だろ、欲しかった、欲しかった。だろ、なんか GoPro 5万ぐらい。いや、もっと高かったね。でも10万20-30万した。嘘だ。嘘だよ。はい、5万ぐらいじゃないの。まあで、GoPro ときましたらこちら、これで GoPro のバッテリーですね。大事ね。はい、これ大事。そしてよ、これゆんちゃん喜ぶよ。何？マジで喜ぶと思う。何？ビリン。こちらシステム5さんっていうね、あのカメラ専門店の、うん、ところで買ったんですよ。もう超VIP みたいな、うん、完全予約制で、あの店員さんが一人一人でこう対応してくれるっていう、うん、そんなある。そこでちょっとこちら買ったんですけども、こちらディリン、こちらなんとピンマイクです。ゆんちゃん欲しがってたでしょ。欲しかった、ピンマイク。いつも外撮の時。そう、すごっ、かっこいい。なんかここら辺によく首元とかにテレビでさついてるの見たことあるでしょ皆さん、うん、あれ何がいいかって、こうカメラから離れても音がねちゃんと大きいまま聞こえるんですよ。そう、今カメラ離れちゃったら僕らが大きい声出さないとカメラのマイクに入んないみたいなことがなくなるんで、常に自分のペースでいい音質を届けられるという。これも1個でね、3万ぐらいすんのよ。本当に。うわ、もうテレビやん。 あ、本当だ。これはゆんちゃんねのパワーアップに欠かせないでしょ。かっこいい。だろ、うん。まあこれぐらいかな。え、これだけで120万は絶対いかない。欲しがるね。いいですよ、じゃあ見せますよ。はい、今回最大級のお買い物、これ一番高い、この買い物で。これね、知ってる人はマジで驚くよ。うん、いきます。え、こちらディリーン。わあ、ソニーアルファ7S3です。すごい。これみんな手に入らないって言ってた。こちら、10月9日に発売された新しいピラーレス一眼レフカメラなんですけども、こちらね、もう大人気すぎて、うん、今頼んでももう3ヶ月、4ヶ月待ち、それぐらいもう予約殺到で全然手に入らないんですけども、僕もしっかり予約しといて、こちら見事ゲットいたしました。このカメラはすごいもう動画に特化してるの。だから一眼レフのあの絵の感じで、とにかく動画が撮れるの。瀬戸康史さんの動画見てください。でもそれぐらいこのカメラはもう今もうクリエイター業界の人がもうみんな欲しがるようなすごいカメラなんです、うん、そしてなんとこちらお値段、はい、45万円です。本体だけで。本体だけでです。それにレンズとかもつけてる、うん、これレンズついてません。これだけでは何もできません、写真撮れない。本体だけで45万です。そう、今から出すものはこれのパーツよ、ほぼ。おー、まずこちら、ディリン、これレンズなんですよ、ほら。うわ、大きくない？これもでかい、相当でかいよ、これ。いや、レンズも高そうだな。レンズも高い、これいくらよ、レンズ。もうね、わからん。なんか値段見ないで買ったの。もう、いやいや、見てたけど、わからん、いろんなの選んで、まあ、10万から20万ぐらいですね、確か。いくら？そんなすんの？まとめてないです。いや、まとめて買ったからさ。29万5千円プラス税。これで30万円です、レンズで。レンズだけで30万円。そうそうそう、これで70万円です。じゃあ開けていきましょう。ご対面です。オープン、ビビーン。いやー、これ気になる。オープン、デデーン。これ、うわ、たまらん。僕今までね一眼使ったことないんですけども、これはねあまりにもみんながいい言うから、もうつい買っ
あゆんチャンネルをもっとタップします。いいじゃん、私も欲しかったからめっちゃ嬉しい。これとこれを合体するわけですよ。いかついね。もうね、見違えると思います、あゆんチャンネル。おそらくね、うん、だっていつもさ、このちっちゃいビデオカメラでずっと撮ってきたじゃん、うん、これ今7万円、このビデオカメラ。バンユーチャンネル200万人到達まで、ずっと7万円のビデオカメラ、ホームビデオカメラ。だからそれぐらい夢があるよね、俺らこの7万円のホームビデオカメラで登録者200万人まで来たから、それが一気に70万円のカメラに変わります。10倍ですよ。で、これちょっと画質が一気にパンって変わるタイミングが来ると思うんで、それちょっと楽しみにしててください。めっちゃ楽しみ、メイク作りたい。VMBI ハロハロ、どうもまゆんです。うん、はい、ということで早速戻っていきたいんですけども、はい、でもね、なんか俺だけこうやってウキウキしたらゆんちゃんかわいそうかなと思って。え、でも全然嬉しいよ。でもなんかゆんちゃんも新しいの欲しくなっちゃうかなと思って、うん、えサプライズ1個あります。2台？2台は無理だった。もしかして2台は手に入らん、これは。はい、それではゆんちゃん、はい、座ってください。なに？まあ、ゆんちゃんもちょっと新しいもの欲しがると思って、こちら買ってきました。でりーん、ゆんちゃんの GH5 のレンズでーす。これね、すごい店員さんにね、おすすめされたんで、うん、買っちゃいました。で、これで単焦点レンズって言うんですけども、おー、まあ、ゆんちゃんソロの時 GH5 使ってるじゃないですか。使ってる。で、あのね、ソロで映る時ね、これすっごい背景とか綺麗にボケて、あとね、光もいっぱい取り込むようなやつなんでね、うん、あの、めちゃめちゃ肌が綺麗に見える。そう、だから女の子にはうってつけかなっていうことで、こちら買いました。うわー、見てください、皆さん、いいじゃん。こちらお値段ね、税込みで15万ぐらいです。レンズでこれも高い15万。うん、ちょっと参考にしたい方はユンチャンネル見ていいなと思った方はね、こちらのレンズ見てください。おお、つけました、つけました、見て。おお、いいじゃないですか、かっこいい。そして最後こちら、もう万円を映画ぐらいね、いいものにしてやろうということで、こちらバーン、わー、こちらジンバルといってですね、一眼レフっていうのはね、このいわゆるね、手ブレがね、ビデオカメラより大きくなっちゃうのよ。それを防ぐためにこういうね、ちょっとね、映画とかで使うような、もうこう持ってこう、スタビライザー、スタビライザー、そう。俺らね、密着とかね、された時ね、ホームビデオカメラでちょっとそろそろね、ちょっと恥ずかしくなってきちゃって、ね、一流のチャンネルはこういうの使ってるんですよって言いたい。もっといいチャンネルにしたいから。そう、現状維持嫌いだから、ね、そう。うわ、これまた難しそうな、何ですかこれは。アイアンマンアイアンマンになるやつじゃないこれ。今からアイアンマン作る。ギョギョ、ちょっと一番でかいの紹介し忘れてましたよ、これ。何それ、バカでかいの。こっちで紹介する。もう今まで俺らが使ってたチャッチーやつだと一眼レフがね、重さで耐えられないんで、これいかついでしょ、この三脚。これがね、一眼レフの重みに耐えられるっていう、そういうね、もうしっかりしたやつです。こうね、おー、これ何がすごいって、これ止まんのよ、これ。あ、すごい、締めんなくても止まるの。はい、ということで、まあこれで全部ですね。ということで、以上が、120万円分の機材購入品ですね。だから、バンユのお金も全然、不当なことに使ってないでしょ。うん、うん、チャンネルのためだけに使ってますから。でも、はい、行きたかったよ私も一緒に選びたかったよはい、ということで、これからもバンユチャンネルの進化が楽しみだと思ってくださいは、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。バハメ君、機材買ってたなんてさすがって思ってた方は、チャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、また会いましょう。またなー。